様々なサイズ、様々な曲数のフォーオンプラグ。左より 2.5mm、2曲 3.5mm、2曲 3.5mm、3曲 6.3mm、3曲 6.3mm、2曲のフォーオンプラグ。エレキギター、電子楽器、マイクロフォン、ミキサー、アンプ等々で多用されている。1体のフォーオンコネクタ。 右側のフォーオンプラグが左側のフォーオンジャックに差し込まれた状態。メス側にはバネ状の金属とそれに並行する金属があり、プラグを抜いた状態ではバネが画面下方向へ変形しており、並行する金属と接触し、ジャック側内部の回路に音響信号が伝わり、プラグを差し込んだ状態ではバネが画面上方向へ持ち上がり、ジャック側の回路は遮断され、 代わりに、プラグ側の先にある装置を含む回路を作り、そちらが作動するというように、抜き差しによって選択的に回路を形成するような構造になっており、抜き差しによって回路や動作を切り替えることが可能になっている。フォンコネクタは音響機器の接続に用いられている一体のコネクタであり、そのうちを姿のものをフォーンプラグといい、 一本の棒状のプラグの先端部と胴体部をそれぞれ絶縁して接点とした端子であり、それと体になるメス型の方をフォーオンジャックという。フォーンという名称は19世紀に手動のパッチパネルによる電話交換台で交換手が操作したコネクタの規格であることから呼ばれる。フォーオン端子などの呼び名もある。標準、ミニなどいくつかのサイズと2極と3極。 あるいはもっと多いものもあり、用途により使い分けられている。形状は、アメリカ電子工業界で A マイナス453として規格化されている。接続が容易であり頻繁に抜き差しする用途に向く。一般的には2極あるいは3極の接続で用いられ、プラグの先端をチップ、根元をスリーブと呼ぶ。また、3極のスリーブと同型で絶縁された部分をリングと呼ぶ。 TRS フォーンプラグは三極プラグのことである。そう抜け時に端子がショートすることがあり、電源が入った状態での抜き差しが想定される場合には、機器側での対応が必要である。マイクロフォン、ヘッドフォン、電子楽器等の端子に対応されるため、ヘッドフォン端子やイヤホン端子の通称もある。楽器用途において、両端にフォーンプラグが取り付けられたケーブルが、 寛容的に広く、シールドと呼ばれるが、シールドとはあくまで、シールドケーブルの略であるから、両端の端子の形状とは、無関係の故障であり、あくまで同軸ケーブルにフォーオンプラグが付けられた場合だけが、故障としては正しい。スリーブ端子を、さらに分割して、機能を割り当てているものが存在する。映像やコントロール信号も伝送したい場合、 外形をオリジナルに保ったまま4曲以上の端子を増設し利用する。3曲であっても、インサーションケーブルのように入出力を1つのコネクタで運用するなど、仕様が乱立している。フォーンプラグの構造を1、スリーブ、2、リング、3、チップ、4、絶縁リング TRS コネクタのジャックモノラル用、ステレオ用、モノラルの平行接続にも使われることがある。 次の図はそういった場合の対応表である。インサーションケーブル特殊な利用法としては、ミキシングコンソールでエフェクターなど外部機器に接続する場合、チップを、送出側、リングを、機関側として一つの端子で入出力を兼ねる、インサーションケーブルがある。iPod のヘッドホンプラグと iPhone 用マイク付き、ヘッドホンプラグ3極の TRS コネクターのスリーブ端子を、 さらに分割して4曲とし、機能を割り当てているものが存在する。近年は、パソコンやスマートフォンなどで、マイクロフォン端子を追加した4曲タイプを利用できるものが増えている。パソコンで4曲対応型の場合、アイコンとして、ヘッドセット型のアイコンが差し込み口についていることがある。スリーブ端子とマイク端子の順番には、セルラーテレホンインダストリーアソシエーションと、 オープンモバイルターミナルプラットフォームの2種類があり、互換性がない。近年は CTIA が中心である。なお、ソニーのスマートフォンには2011年頃までは、アマトップが使われていた。互換性の問題を解決する試みとして、イヤホンマイク自体に切り替えスイッチをつけた商品も存在する。2014年に、アストレカーンのデジタルオーディオプレイヤー AK240。 で、バランス駆動端子として 2.5mm4 極が採用された。以降、他社製品でもハイエンド製品等で採用され、対応するイヤホンリケーブル製品も流通している。先端から R、R、L、L マイナスとなる。ソニーのノイズキャンセル機能付きウォークマンでは、ヘッドホンコネクタが5極で、追加した2極はノイズキャンセル機能に割り当てられている。 デジタルカメラ用に4曲ミニプラグ、MD プレイヤー用に6曲、スプリットステレオミニプラグもある。ソニーモバイルコミュニケーションズは2014年のスマートフォンエクスペリア z 2以後、前述の5曲ジャックを搭載し、自社扱いアクセサリーでノイズキャンセリング対応優先ヘッドセットを販売している。また5曲プラグに折り曲げ、ジョイントを開始直結となる。 ステレオマイクロフォンを販売していたポータブル DVD プレイヤーなどではコンポジットビデオに割り当てているものもある。形状は同じだが信号に互換性がない規格が乱立している。例えば AV ミニプラグは一般的にはソニー方式のものが使われているがツインバード社製 DVD プレイヤーでは違うものが使われておりソニー規格のケーブルで出力すると出力先の RCA プラグの色と信号が合わなくなる。他にも UV プラは端子をフォーンプラグの形で伝送するカーナビー用、地上デジタルチューナーも存在する。ありがとうございます。